始まったわけだけども、最初にお前らに今日はめでたい知らせがある。それはこれだ、おっしく夏のドラマデビュー。ナチュロって誰？ナチュロ、いや後ろ立ってるけど。ナチュロ、以前ナチュロの2人が前田が出演しているなんかドラマの撮影現場に勝手に乗り込んだやろ。前田のね。前田で出演交渉を監督に自ら、お願いしたところ、なんと、ドラマデビューを果たしたということが事実でございます。この番組はドコモとご覧のスポンサーの提供でお送りします。迷惑かかってました。迷惑かかってた。今日はなんと大物俳優と一緒に二人の演技をチェックしたいと思う。目の前におるやろ大物俳優が。大物俳優高橋さん、昔あの東京乾電池中で劇団に所属しておりまして。見たことない。見たことない。見たことない。証拠 VTR、 ドラマ演技証拠があるから証拠 VTR をご覧ください。どうぞ。なんと高田さん初の出演映画がこちら、ミスタージレンマン式場狂い。坂木原君のことね。困るね。困っちゃったね。手がすいるようだ。どうだ。私の芸はね、女殺しの目と言ってる。ママもしね笑ったら今晩いただくよ。今晩いただくよ。はい。あれいくつの時ですか高橋さん。 あれはね、35だね。キャラがすごい出てますね。そうよ、ずっとこの10年20年進歩のない演技、これが必要なんだよ。そんなことまで言ってないです高橋さん。どうやったんドラマお前ら。結構セリフも用紙1枚分ぐらいの、すごい、そう頑張って3時間ぐらいかけて覚えたんですよ。すごい3時間ぐらいこれ今日だよっつって覚えたんですよ。で、みんなその演技見よう。それでは VTR どうぞ。まずは佐藤夏希の出演シーンから。誰もいない。おちゃんと演技。よし。さあ、私がおじさんを助けなきゃ。あら、あなた新人？あ、はい。ちょうどよかった。処置室の掃除お願いね。おお。それでさ、あんた最近具合どうなの？そろそろヤバいかも。例のアッシー君に腎臓もらっちゃえば？やだよ。ということで出演時間はわずか18秒。放送されたセリフは？ちょうどよかった。処置室の掃除お願いね。はい、これだけ。でも上出来で演技。続いては野呂の出演シーン、みんなも一緒に探してね。さあ、どこに行きましょうか。皆さん、この二人は私の命の恩人なんです。大変親切な方々なんです。すごいね。ただの胃潰瘍なんですけど、最近ノイローゼ気味で。さあ、どこにおるかな。あなた、あ、これだ。こっちに。間違った。さあ、もう終わるよ。こっちもう終わるよ。はい、え、はい、終了。はい、終了。素晴らしかったね。素晴らしかったです。あれ、先生やりましたでしょ、セリフ。どうしたの？セリフ、覚えた。今の中にノロが出とんよ。起きたやろ、ノロ。見えない。ノロ起きたやろ。喋ってない。起きたやろ。ちょっと、ノロは分からん。冗談やめてください。何が冗談はもう顔だけにして。上手探せよ、今度分かりやすく見せるから行くよ。じゃあ VTR どうぞ。今回誰でも分かるようにしてやっておけんね。見とけよ。ほら、そう、出てくるよ。2、1。あなた、こっちに。はい、ここ、ここ、プロポスターが乗ろう。ということで、ドロの出演時間わずか4秒。セリフはなし。いやー、立ち姿勢おめでとう。これはだってセリフいらないじゃん。よかったやけ、お前ね、ポスターで出るで。最初からああいう話じゃなかったの？いや、合成で
しっかりやりますと、シミコちゃんにこうあなた逃げてみたいな感じでもうすごい訴えかけてほしいんですって言われて、この結果もうポスターあるから、ポスターじゃない、ポスター、ポスターだから俺は俺は あのスタッフルームに置いとったらここにガビを刺されとったってさあここでナチノンも出演したドラマしおりとしみこの怪奇事件簿最新予告編をお届けしちゃいます。なんとメンバー大島優子が新キャラとなって登場、ますます盛り上がるので要チェック。この後は AKB がわさびに悶絶、目指せ大女優、演じて騙して、Enryoku Battle。さあ、それではルールの説明を日直の2人、はい、ビシッとやってくれ。順次の派と順次口姉ちゃんこと大堀なぎみです。キヨタのハートにエクスプレス川崎のぞみのぶつって呼ばれてます。はい、このゲームはチーム対抗戦です。チームの代表5人が出場して5人が1人ずつお寿司を食べてもらいます。今回は2チームに分かれての対抗戦、チームの代表5人に美味しいお寿司を食べてもらいます。でもそのうち1人のお寿司にはなんと通常の10倍ものわさびが。誰がおわさび寿司を食べているのか相手チームに見破られないように一致団結、演技で相手をダマくらかしちゃってください。勝ったチームには食べて嬉しいおしきんバッジをプレゼント。カラツモリ正月の高木悦郎さん、はい、よろしくお願いします。それじゃあこのわさび寿司がどれくらい辛いのか清人が体を張って体験。はいはい、わさびのこう致死量超えてますよ。さあ高田さんには俳優の目で誰がですねわさび寿司を食べてるか予想してもらいますんで、あのじゃあちょっとここでね、はい、いや本当のこと言いますけどね、はいはい、大女優になる3つの要素、ほら、はい、あの演技をするというのはどういうことだか分かりますか。おろおろ、自分じゃない他の人を演じる、要するに、はい、嘘をつくことですよね。あ、だから大女優になる3つの要素、これは、はい、意地悪、嘘つき、わがまま、この3つがないと大女優になれません。いいこと聞いたやろ。よろしいですね、いずれ皆さんが女優になっていく大女優、あ、大女優じゃないんだもんね、歌手でいくんだから、歌手で、今のところは全く考えないでください。じゃあまずはこちら、篠田チームから行こうかね、篠田さんチーム、篠田さんチーム、チーム A、違うよ、篠田さん当てろ、お前らやろ。先行チーム A の代表はこの5人、この中の1人がわさびたっぷりの寿司を食べる犠牲者に。さあみんなうまく演技できるかな。さあ、まずはドラマ斎藤さんにも出演中の高橋から。いただきます。高見菜は多分ちょっと顔が引きつると思う。高見菜はね、あ、わさび顔入れやすいから、わさび当たった場合はね、どうどう、いや、あんなね、すぐにやる、ね、どうだ、辛い、うん、辛くない、うん、高橋さんらしいね、なんか斎藤さんっていうドラマでやるらしいね。斎藤さんが視聴率いいんだってのいいらしいですね。瑞希、しっかり喋ろう、食べ終わってから。はい、続いては板野、よく見といてね、はい、さあ、板野の常にね、笑顔だよ、寿司は、うん、そう、常に笑顔、トモチーはね、笑うから眉間にしわがやってきたぞ。あれあれ、でもちょっと涙が、涙が出たんですよ。あれ芝居だったら僕はね、最優秀女優賞をね、やばい、どうすんの。じゃあ、篠田さん、続いては、サタの推しメン篠田。大丈夫、篠田さん、これ一回見ようか、これ入っておこう、いらんで絶対入ってないよ、篠田さんにはね。いただきます。
入ってない今一口パクッと入ってない絶対大丈夫笑ってる笑ってる笑ってる さらにシミ子役として活躍中の女優前田いただきます言ってたちゃんと言ったはいパクッと言った前田かわいいかわいいかわいい体が引っ張らないかわいいかわいいどうどうちょっと目が泳いでる風な感じの泳がせて泳がせて泳がせて辛い辛いシミ子どうしたシミ子どうしたシミ子シミ子どうしたこれあれだから裏の裏かくってこともあるからなそうですえあっちゃん辛いの食べれるっけうん食べれるの辛いの食べれるあれはからしは最後はマイマイこと大島舞マイマイ辛いの食べれるの噛んでみよう小刻みだ小刻みあれ大島さんお寿司好きでしたでもマイマイは辛いのダメなんだよ、うん、そうあんなにもっともっとすごくなるマイマイは私もそう思うほんとそんなバタバタ、ね、お茶飲まなくてさあ誰がわさび寿司を食べていたかわかるかなメンバーで今いいですよ今いいですよってないよこれお前死んでねキヨトさんも喋ってOK! OK! 決まったはいはい、はいじゃあ、しのさんチームは一体誰がわさびを食べたんでしょうかせーの、ともちんともちんじゃあ、高田さんはちなみに誰だと思いますか、はい、俺は意外とね、しのだじゃねえかと思うしのださん、意外にそれでは、一体誰がわさび入りの寿司を食べたんでしょうか5人のうち4人は嘘の演技わさび寿司を食べたのは予想通りイタノなのか正解だーあれ前田前田でしたーすごーいすごいよ、我慢したマジできついやろ、お前演技ひどいな食べれないんですよあ寿司が食べれんのじゃあなんで出てきたん前田ここでチーム交代騙せなければ負けちゃう崖っぷち選ばれた5人はうまく演技することができるかなまずは気が強い小野はいどうぞいいぞ一口エレナエレナじゃないエレナでもリアルリアルこのリアルいいぞエレナあれ、あれ、あれ、いきなりですか。泣いてます。今年度の主演女優賞、君に間違いない。さあ、間違いない。さあ、続いてはリアクションには自信のある野呂だが。パクッと言ってみよう。いや、ちょっとエリ君そんなんだと私もうやりづらいですね。これはさあ、野呂一口でパクッとどうぞ。早いよ。そして私ナレーター岩見の推しメン大島優子ちゃん大島ちょっと演技屋っぽい顔してるから、まあ、あれでもだんだん涙は出てきてるような気もしますけどね難しい反応辛い、辛い耳が赤くなってるからまだ赤くないですよね耳はないですよね大島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 チーム戦やからノロからね、ちゃんと演技しようそこはなんだろうで、野呂だったら最高だけどな、ねはい、さらに中学1年生の太田、はい、まともな美女だな普通の美女になるよね12か3だろ13とかそうだな、はい、さあ、質問があるからねじゃあ太田よく噛んで辛い辛い辛いと言っておりますけどもあ、マジないかもしれない。え、本当に本当にマジない。ちょっと震えるな。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？大丈夫？大丈夫？大堀、最後行こう。最後はこの番組初登場の大堀。どうぞ。さあ、
足組んでね、足組んでそうやね、ちょっと一人だけキャバ嬢っぽいあのさ、キャバ嬢乗りでさ、番組来るのやめてもらえる あれでもすごい涙目やけども、ね、だって元から涙目ださあ、高さんどうすかこの演技力あの、ノロだけは違うと思うんだ一人決めてねさあ、この中でわさび寿司を食べていたのは誰だ決まった、じゃあせーのでいこうか、はい、せーの、ゆうこお茶一気飲みしたんですよ、はい、なるほど、見てないところで一気飲みした、俺大島、大島なんで大島かっていうと、はい、2個目をね、はい、あの真ん中からってこれはこういうとこか、こういうとこじゃない、見た目でね、真ん中がもしかしたら少なそうだなと思って、わさび入りの寿司を食べたのは、だーれ、5人のうち4人は全くの嘘、わさび寿司を食べていたのは大島優子ちゃんなの、私か、大島辛くなかったんで、辛くなかったんですけど、辛くなかったでむちゃくちゃ入ってるよこれわさび、でもね耳は嘘ついてなかった、耳は嘘ついての著名人や有名人に AKB メンバーの中からイチオシメンバー推しメンを選んでいただくこの企画、今回は超大物アーティスト A、 大物番組と大物番組誰だろう、俳優も早速 A さんたちが出演する音楽番組のスタジオに潜入、 AKB48 です、なんとお相手はジ・アルフィーの皆さん、2人とも大先輩の前で失礼のないようにね、3月19日に発売する新曲「ライフタイムラブ」、愛と絆がテーマのこの曲、あなたもぜひ愛する人と一緒に聴いてみてください、 AKB48 ご存知ですか、知ってるよ、本当ですか、いっぱい女の子いるんでしょ、何人かご存知ですか、あんなにいっぱいいると目移りしちゃって分かんないでは早速皆さんに推しメンを選んでいただきましょう、トモミ像の好みはね、どんな感じですか、当てようで、ちょっと君らが決めるんだよ佐藤ちゃんかな、あ、佐藤ゆかり、違う、高見沢さんの推しメンは佐藤ゆかり、続いては坂崎さん、坂崎さん、坂崎はね、最初から来ます、美少女大好き坂崎さんは篠田麻里子、最後は桜井さん、桜井の好みはね、これいくつなの、16です、あ、99です、犯罪だよおい選ばれた板野から桜井さんへお礼の肩もみ、難しいね、肩はすごく気持ちいいんだけどね、太ももはくすぐです、ジ・アルフィーの皆さんの推しメンはご覧の通り、どうもありがとうございました、自分に渡せば同じ制服